Wicked Turnip.今後の家族のことっていうのは、特にその子供との関係で言うと、家の中でお母さんと呼ばなくなりまして、うり坊と、あだ名で、うりとか呼んで、で、外でも、うちの親がって、言える範囲ではうちの親がって言ってるみたいです。お母さんがじゃなくて。ただ、元パートナーが近くにおるので、お父さんに会ってくるとかって言わないかん場合もあるので、そうなると、うちに女お母さんって、どうしてもしょうがないときはそう言ってるみたいです。あとは、母親が割と、理解があって、近くにいるんですけど、助けてくれたりします。なぜかうちの母親は、その子供の時から分かってたのか、ちっちゃい頃から、くんづけで呼んでたりして、別に、ね、なんでかな、分からないですけど、なんとなくそう思ってたんですよね。それもあって、自分は、保育所行くまでは男やと思ってたんで、その辺は割と理解があるので助かります。障害のことで言うと、自分は進行したり、その状態が変わったりしないっていうのも割と楽なのかなと思う部分でもあります。ずっと軽度のままで、で、ましてやその障害者一家で育ってるので、それが特別なことでもないというのもあって、でそれを経験して克服した上で今セクシャリティのことに気がついたっていうのは、なんていうんだろう、あんまり慌てずに済んだというか、その時の経験を生かせるみたいな、そういう割とプラスなことで言えてるのかな、余裕があるのかなと思います、進行する、ね、障害やったり日によって状態が変わるとなると、その大変さもあるとは思います。障害者って割とその性のことの枠外に置かれる性のない存在みたいな、僕らでもそうですが、アウトカーストで、その、すいた惚れたに関係がないみたいな。で、ついそのことに気がつきにくいで、どうせ関係ないやん、恋愛も結婚もっていう風な感じがして、気づきが遅れたのかなというのは思います。で、もちろんその恋って言ったら異性間の話っていう風に、しか学校でも世間でもないので、異性に惹かれないのは、障害者やから、アウトカーストやからやつみたいな風についなってしまって気づかんかった。普通やったらね、異性に恋心を持たへんっていうことだけで多分思春期の子やったら悩むんです。多分ね。でもそうならなかったっていう。あ、障害者やから、普通じゃないから、みたいな。やったなというふうに思います。今後の展望ですね。老後も考えたりもしますが、その前にもう一回やっぱりお付き合いがしたいかなとは思うのですが、で、いろんな出会いとかのところも今調べたりしたことがあるんですが、なんか少子化対策とかって書かれてたりするんですね、それ見たら。少子化対策ということは生産性がないとダメなんですね、という、それを騙していくのも、と思ったりして、まだちょっとそういうところには行けなかったり。こういう時代なので、あいね、甘いに行くのも、介護職してたりするので、どうかなと思ったりしても、ちょっと、求めてますが、どうしようかな、はい、思ってます。恋したいな、と思う今日この頃なんですが。あと、一人親なんで子供がおったりするので、なかなか夜出にくいという事情もあったりもします。その老後のこと、僕はその介護職で高齢者の方の介護してるんですが、そうなった時にその、なんていうか、自分で言える間はいいんですけど、そのお風呂を入れたり、入院した時のその部屋とか、そういうのも、自分はどういう扱いを受けるんやろう。認知症になった時どうなんかなっていうのもやっぱり考えたりもします。その頃でね、辞任の方で、通せたらいいんですけど、脱がされてなんかするときに、そう、ね、機械的に扱われたらどうなるんだろうっていう不安とかもちょっとあったりします。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。